みなさんこんにちは、スプレアートのノベルちゃんです。こんにちは、このチャンネルへようこそ。最近友達と話してて、外国人の友達たちと話してて、初めて日本に来るときに何が怖かったって話してたから、それに関してこの動画で話したいと思います。まあやっぱり一つは言語ですね。怖かった。全然読めないんじゃない。まだ私はひらがなとかたかな分かったけど、勉強したけど、まあ漢字を見るとはっやばい。まあ1ヶ月とかいると、まあ、全然楽。なぜなら大体漢字が書いてるでしょ。でその下にはロマ字も書いてるから安心した。まあ一つの怖かったことは、まあ電車ですね。電車今見るとめっちゃ便利だし簡単だしすごいなって思う。電車ね、まあ時間ね絶対に来るとかね。最初ね、外国人来ると本当に混乱する。電車もあるでしょ、地下鉄もあるでしょ、バスもあるでしょ、で新幹線もあるとか、あと時間多分7時15分に出発するじゃん。ちょっと遅くなったら、もしかしたら次の電車は30分後とか1時間後とか。それに関してはちょっと怖かったね。まあ本当にまあ大好きだね。他のはお墓ですね。お墓、例えば自分の国だったらお墓は家から遠いし、まあ、閉まってる。でも日本に来ると、まあ、お墓はさ、たまに家の隣にあるとか、沖縄に住んだことあるけど、その住んだところの隣にあったから、それはめちゃめちゃ怖かった。本当に怖い。まあいっぱいあると思うけど、とりあえずその3つの話をしたかったです。と皆さんは日本に住んでるけど、日本に住んでてもなんか怖いなことがある？もしあればぜひにコメントを書いてください。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。アスタラビスタ、バイバイベイビー、バイ。